カネーテはもう出ます。近くのホステルがあるのでそこまでね歩こうと思います。これからだいたい13、4キロの、ほらこれとこいつと抱えて10キロ歩くの初めてだもんね。これポイド泊まるパン、パンね、これあったかいと美味しいんですよね。硬くて冷たい、まあ、これで10時ぐらいはしのげるだろう。いや、ちょっと車の量半端ねえな。歩けるかな。マジか。歩きづらいな、ここは。来たぞ。坂に見えないかな、これ。釣りの田舎。綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗です。今2キロ歩きました。ほら。おめでとうございます。いいぞ。君は君こそは3キロです。6キロ。目の前にね店があるでしょ。なんですか、何も山の中で道中にポツンとある店がすごい好きでですね、こういうところでコーヒーとかお茶飲むのが旅中すっごい精神的にすごい癒されるというか。開いてねえな、閉まってるやんけ。とにかくこういうのが好きなんですよ僕は。今ここで作業してる人がいました。けばかん、でもなんか気づいた大将こんまだな。Ahí, sí, ¿no? Po. Eso sí, la moto ahí. Buena. ということで、このおじちゃんがね、やってるとこで話しかけてたら、お母さんも来て、お母さんにカフェかご飯あるか聞いたら、どっちもあるわよということで、あのね、僕の念願が叶いました。Yes, yes, yes. ペプシ。うまっ。ことで来ました。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。もういくらかかるのかわかんないですけどね。食べていきます。いただきます。うまい。めっちゃうまった。ということで、僕の予想金額なんですが、これが大体700で、これが4500かな、だから5200ペソでいきます。ミサスグライセス、ワントクエスタ、ベントルカ、ベントルカ、テンゴケドルミラレンルカンソ、4500、チャーチャー、ラシア、うまかった。めっちゃうまかった。あと残り8キロぐらい先を急ぎたいと思いまーす。マノムチャグラシアスペンセーソン、ラルタ、なにこれ、コモセモラルカ、ラルカ、トドトド、ロカシロマモルディスコン、エコモマンサナ、エッピカンテシン。じゃあ7キロです。下り坂、ふぅ、つけた。あと3キロ、8キロ、8キロです。すごい来たよ。じゃーん、9キロです。9キロ、10キロです。見つけちゃいました、もう一つ。かわいいね、こういうの。モテコンベシージョっていうのはチリのね特徴的な飲み物で、開いてるかな。ほら、いいステッド、あきめちゃくちゃ嬉しいです。コモセヤマイセエッカリマメイシャ、これはわかるうなこし、おー、ケースです。ミ
Huesillo. Huesillo. Este huesillo. Sí. ¿Es grande? Sí. ¿Dulce o no? Dulce. Dulce. Sí. Es... Nuestro tamalcito masada. ¿Masada? Ah, ¿cómo hace? Bonita. Bonita. Ahí está, bonita. Sí, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Sí, pues. Chao, chao. Bye. 11 キロです。最後の難関すぎでしょ。いやー、せん、せん。12キロ。着いたかな。多分、着いたらいいんだけど。着いたね。なんかかっこよさげな家だけどな。着いてはいいんですけど、宿に人がいないので入れないっていうお家ですね。やっと入れました、エコボックス。プールとか、あの露天風呂もね、実はあるんですよ。汚いですけど、露天風呂もしっかりあるんですよね。プールもついてて、こんなにいい景色で、めっちゃ綺麗ですね。ブランコ。一人で住むんですけど、キッチンに全部揃ってますね。冷蔵庫でリビングルームにグワーってやって、で暖炉も作るんですね。まあ、ここに泊まるんですけど、普通他の人も泊まれるんですけど、こういう感じでね。でまあ綺麗だし。はい、ということでありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャオ。